それでは、記者会見を始めさせていただきます。登壇者の方が話しちゃって、エリさんからちょっとコメントを、いただいた上で、次に登壇させていただきます。エリさん、お願いします。Well, firstly, congratulations to Fiji. I think, they're a great model for the teams that have been outside the Tier 1 on how to develop your talent. They've brought most of those players who played for the Fiji Drua in Super Rugby, and they've just developed a great depth and breadth in their squad, and they played good, tough test match rugby today. For my team, I'm really pleased with our effort today, but we're not quite at that level. And we know we've got to work harder and longer, and we'll do that to reach the level we're required to be at. So, I'm really pleased with the effort of the young players, but we're not quite good enough at the moment. There we go. まずは勝利したフィジーにおめでとうございますと申し上げたいと思っています。フィジーに関してはティア1のチームとしてタレントの育成スキルの育成といったところにとても成功している良いモデルを築いていると思っています。プレイヤーのほとんどのプレイヤーはフィジアンブルアでプレーをしていますし、選手層もとても深いものを培っていると思っています。本日はとてもいいタフなテストマッチをしていました。我々ジャパンに関してはエフォートはとても良かったと思いますが、まだまだレベルがどうしても満たない部分がありました。ハードワークをもう少し長い時間続けること、そういったところにはまだレベルにはまだ達していませんし、今後を達するためにハードワークを続ける必要があると思います。実力が本日は不足していた面があったと思います。ありがとうございます。それでは次はどうぞ。ありがとうございます。先ほどですが、後半なんか書かれてるって押し込まれて、なかなか書かれてなかったら、たぶん、ゲート的に設定の練習してると思うんですが、まだまだ分からないのか、まだ分からないのか。Well, I don't think there's one area of the game we won. We didn't win the set piece contest. We didn't win the breakdown contest. We didn't win the aerial contest. So the point you're making is 100% right.We've worked really hard in that area, but we just weren't good enough today. So we'll continue to work hard. And by 2027, we'll be good enough. Today's a good reminder of how far we are off the mark. And as painful as it is, it's the truth, and we've just got to keep at it now.今回の試合に関してはどこの部分でもフィジーに勝る面がなかったと思っています。セットピースでのコンテスト、ブレイクダウンでのコンテスト、そして空中戦、いずれにおいても勝つことが、もしくは勝ることができませんでした。なので質問においてはおっしゃっている通りだと思っています。ハードワークは続けていますが、やはり我々の実力が不足していた点、しかしながらこのハードワークを続けることで2027年までにはいいレベルに持っていけるというふうに自分も思っています。本日の試合は我々の現状を確認するとてもいい機会になったと思いますし、我々が不足している部分が何なのかといったところがうまく確認できるようなものだったと思います。痛みはもちろん伴いますし、悔しいですが、現状確認としてはこういった形だと思っています。I think just in terms of the team, if we just look at the team, I think the team got stronger. I think under Haru's leadership, they became a lot more connected and worked well together. So I'm really pleased with that part. And there's a developing culture within the team that's really positive. Then from a rugby point of view, I thought at times in the PNC, our attack was absolutely outstanding. So that's a positive for us. So they're two good areas of growth for us. チームに関してやはり強くなったというふうに思っています。立川のリーダーシップのおかげでチームとしてのコネクション、連携も深まりましたし、でフィールド上でのワークといったところの連携もとても良くなっていると思います。またチームカルチャーといったものもうまく育成ができているというふうに思います。またラグビーに関して、今回の PNC に関してはアタック、我々のアタックが最高にうまくいっていたという局面も見られましたので、初期2つに関してはプラスの面だと思っています。ありがとうございます。続きまして吉田さん、お願いします。吉田さんです。ありがとうございます。
ちょっと今日もやっぱフィジーって、ね、少し力のあるチームで、ちょっとこう自分たちのこうエリアからエスケープして、そういう部分でもなんか判断をして、もうちょっとそこら辺しっかり、ね、デンジャラスなシチュエーションから抜け出すというのは、判断の目線にあっても良かったのかな。いや、少しずつできてきて、今日はそこら辺は、多分ちょっとプレッシャーを受けちゃうというのがあったので、判断少し。Yeah, no, it's a good question. You know, pressure does funny things to you, and it tends to drive you to old habits. And we went back to old, possibly old habits of certain players under pressure. And we became a very orthodox team. And when we're an orthodox team, we're not a strong team. You know, our point of difference is playing differently. We've got to play fast, we've got to have adventure, we've got to have courage. And sometimes pressure takes that away from you, which again is a great lesson for the young players today. とてもいい質問だと思います。やはりプレッシャーに負けてしまった、そういった局面が見られたと思います。プレッシャーがかかった状況では、我々の何名かのプレイヤーには古い癖に戻ってしまったプレイヤーが多かったと思いますし、そういったところでオーソドックスなプレーに戻ってしまった。そういったジャパンではやはり強くないということが本日実感できたと思います。我々としてはやはり他のチームと差をつけるところはスピードであったり大胆であり果敢な判断ができるところだと思いますが、やはりどうしてもプレッシャーに負けてしまうといったところはあったと思います。若いプレイヤーたちにとっては大きな学びだったと思います。今日のゲームのスタッツってまだ見てないですけど、でもここまでのスタッツのゲーム、まあそれ前の試合ゲームによってその数字ってこうやってならないと思いますけども、でもどの相手よりもパスが多くて、そういうね、スタイル、形っていうのは、まあそういう数字に出てると思うんですけど、この辺の場合っていうのはまだこう、不満なのかな。ある程度、こういうスタッツに関しては。Yeah, well, I think, you know, it's interesting in rugby. The most effective way to carry is with no passes or with three passes. And no passes, you've got to be a big physical team like Fiji are. And you saw a lot of their attack today was no pass, where they just picked and go and made a lot of ground in the middle, which shortened up our defence line, and they were able to pass the ball. You know, for us, we've got to be the best team in the world at three passes, because that puts the defence under the most pressure. But when you drop it like that, like we did today, then you can't keep pressure on. Must be contagious in Japan at the moment, dropping the ball. Dropping folders, dropping ball. Mighty joke. とても興味深いことに、キャリーを効果的にラグビーで行うというところには2つの方法があると思っています。パスをしない、もしくは3パス、パスを3回つなげるというところなんですけれども、パスをしない、キャリーをするとなると、やはりサイズがあってフィジカルな面が長けていないと不可能です。今日に関しては、フィジーがピックアンドゴーなどを多用して、我々のディフェンスラインに立っている人数を短くする、少なくするといったところから、パスを展開するというふうなアタックがとてもうまくいってたと思います。我々ジャパンとしては、3パスをつなげるといったラグビーで世界一になっていきたいと思っています。3パスをつなげて、そうやってキャリーをしていくことで、ディフェンスにどんどんとプレッシャーをかけていくことができます。しかしながら、先ほど皆様の左手の方でファイルを落とされた方がいるように、ここは冗談です。やはりどうしてもボールを落としてしまうと、プレッシャーが相手にかけ、プレッシャーを相手にかけ続けることができません。日本にでもボルダーを先落とされたような形でボールを落とすといったところがいかに致命的かといったところでしょうか。ありがとうございます。次は下川さんお願いします。今、エディさんも持っていたので、真っ先に手をつけたいじゃないと、まあ、これをどうやってもちょっと。We're going to have a little break, and the most important thing then is to get ready to beat New Zealand. Now we've got to develop a game plan to beat New Zealand. And again, New Zealand are going to be a physically superior side to us, so we have to find a way to play with our speed and tactically smart to beat New Zealand. You know, it's not about what's happened in this game, it's what we've got to do to beat New Zealand now. You know, and
I don't think Japan's ever got close to New Zealand in the game, and we're going to be the first side to get to make them go right to the wire, and that's the aim. So that's the only thing I'm focusing on now. Everything that's happened past is the past. It's all what's in the future now. これからジャパンは少しの間は休みブレーキに入りますが、やはりここから大事なことはいかにニュージーランドに勝っていくかといったところです。ゲームプランをやはり立てる必要はあると思いますし、やはりニュージーランドはフィジカル面でも長けたチームとなりますので、我々としてはスピードに乗ったプレーをしたいですし、戦術もスマートな形で相手に乗っていきたいと思っています。今日はお聞きしまいましたが、次ニュージーランドに勝つためにはどうしていくか。これまでジャパンとしてはニュージーランド相手に接戦に持ち込めたこともないと思いますが、我々としては史上初めてニュージーランドに勝つチームになりたいと思っていますし、最後の最後ギリギリまで相手を追い詰めていく、そういったところに集中していきたいと思いますので、現在の自分のフォーカスに関してはニュージーランドにいかに勝っていくか。起こったことは起こったこと、過去は過去ですので、今は次に起こることに集中しています。もう一回、今日のゲームで、勝負がどっちに転ぶか分からないぐらいのことは、時に、例えば、信頼してきた立川選手で、そこなりにするという結論がありましたけど、どなたしの意図を伺いましたか。Just feel we needed to get a bit more pace in the game. Haru's had quite a difficult week with his leg, which he won't make an excuse for. We just felt we needed to make the change to bring Sushin up to 10 to get a bit more pace in the game.試合のペースをもう少し上げる必要があると判断しました。立川は本人はもちろん言い訳としては言わないと思いますが、足の部分で苦戦しているところもあったと思いますので、試合のペースを上げるためにリを10番で起用し、交代をするという判断をしました。ありがとうございます。村田のお父さん、お願いします。村田さん、エディさんに先に確認なんですが、立川さんが抜けて、川田選手も下川選手も抜けた最後の時間帯、キャプテンは誰にしていたのか。ルア、マキシマキシには、このキャプテンを、本展開なら、任せるということはディベントに伝えています。はい、わかりました。立川さんにお願いします。最後の時間帯で抜けてしまいましたけれども、立川さんとしては、この50分間のパフォーマンスで体の疲労っていうのはどんな感じでしたか。まあ、もちろんやっていく中で疲労というのは感じましたけれども、前半もう少し自分たちが勇気を持ってジャパンのやりたいラグビーができたのかなというふうに思ってますし、まあ、そこを10番としてまたキャプテンとしてそこ引っ張れなかったっていうのはすごく悔しく思いますし、僕の責任なのかなというふうに思っています。疲労に関してはいつもの試合と一緒で、もちろんしんどい部分もあるし、いい時もあるし悪い時もあるかなと思います。50分までスコア的には互角でしたけれども、キャプテンとしてはゲームはあまりうまくいってない展開だった。そうですね、まあ、本当にこうアームレスリングのような展開が続いてましたし、お互いミスも多くてなかなかこう突き放すような展開ではなかったんですけども、あそこからこう自分たちがさらに突き放すためにはどうすればいいのかというところは、これから突き詰めていかないといけない部分なのかなと思います。ありがとうございます。すみません、三日松さんお願いします。三日松さんです。三日松さんです。PNC はお前スポーツで臨まれたと思うんですけど、次ニュージーランドに勝つというのを臨みつつ、例えばチーズ選手だったりとか、あと去年のワールドカップを経験した経験者の解説だったりとか、こうお若い選手のバランスというふうに今の時点で相当のことを思います。 So I'll repeat it again. Japan had an old squad at the last World Cup. So my job is to bring a new squad through. SoIf that doesn't answer your question, I apologise. I've said that repeatedly. 何度もお伝えはしておりますが、本日またお伝えします。前回のラグビーワールドカップでは、ジャパンはとても年齢層の高いシニアプレイヤーたちのオールドスクワットでした。今回は自分が
今回失礼いたしました。今回自分が仕事を就任した際に任された仕事というのは、ジャパンで新しいスコットを形成することです。これは何度もお伝えしておりますので、その答えでどうか考えていただきたいです。You don't like the young players? 若いプレイヤーを嫌いですか？ Is that why you keep asking me? だからそういった質問を何度も受けるのでしょうか？ So, you can keep asking me, but I'm telling you.I'm telling you 100%, we've got to generate a new generation of rugby players in Japan that can go through the next two World Cups. We can't keep rejigging old players and keep them in the squad. We've got to need fresh talent in Japan. So I apologise if it doesn't suit your philosophy on selection. But if I have to repeat it 100 times, I'll repeat it 100 times. We need to bring new talent through.本当に何度でもお伝えします。 100% 自分は確信を持っておりますが、若い世代、次の世代のラグビープレイヤーたちを輩出していかないというふうに自分は思っています。過去2回のラグビーワールドカップでは本当に古いタレント、ずっと使っていたプレイヤーたちに頼っていたところです。新しくフレッシュなタレントを発掘すること、これが一番の課題です。なのでこれまで私のフィロソフィーといったところや目指しているところが皆様にお伝え伝わってきなかったということであれば謝罪申し上げますが、100回でも何回でも繰り返して申し伝えます。新しいスコットが必要です。ありがとうございます。すみません、毎日の石川さん、毎日の石川さん、ヘリヒターと言います。今大会、藤原選手を選手に起用されまして、彼の評価とか思いに期待です。Yeah, for a young halfback, I think he's doing really well. You know, today was a testing game for him, and he'll learn a lot from today's game. But I think he's come along really well, and he's quick around the ruck. He's got a good pass. He's got a running game that can get even better. So I think he's done really well.若いハーフとしてはとてもうまくプレーしていると思っています。本日はちょっと試練となるようなゲームとはなりましたが、大きく学びがあると思っています。とてもいい形でトレーニングも励んでおりますし、やはりラック周りの動きが長けている、早く長けているところ、パスもうまいこと、そしてランニングといったところも得意なプレイヤーですので、今後の成長も期待したいです。ありがとうございます、お時間迫ってまで最後の質問させていただきます。Last question, please.日経新聞の担当です。エディさんにお伺いします。ちょっと先ほどボールを落としてはいけないということをおっしゃってましたが、今日の試合でもそのバックドアの選手へのパスが何度も落ちるというようなことが、過去の試合でもあって、今日も何度もあったと思うんですが、こういうふうに同じような、パスミスが結構見られるシーンがあると思うんですが、それは全部分からない理由は何でしょう。スキル。シンプル。スキルです。他にどのようにお答えすればいいでしょうか。スキルを高めるにはどれくらい時間がかかるんですか。Well, it depends who you're playing against. Against Canada and USA, we're skillful. But against physically imposing players, that skill, time and space gets taken away, and we're not skillful.So we've got to be skillful when the time and space is at the highest level, which Fiji were able to do today. So how long will that take? Well, I've been coaching for 30 years, and I couldn't give you an answer on that. You know, some players might learn really quickly, and some players might take a long time. But we can improve in that area, but it does take time.対戦相手が誰かといったところに大きくよると思います。カナダやアメリカ相手に関してはとても我々はスキルに長けていたように見えたかと思いますが、本日のフィジーのような相手に関してはどうしても時間とスペースを奪われてしまう、そういったような高いレベルの対戦相手で高いレベルのチームと対戦した時に関してもスキルをうまく使わないといけないといったところです。私は30年間ここでコーチングはしておりますが、じゃあこれをスキルを伸ばすのにどれぐらいかかるのかといった答えは持ち合わせていません。プレイヤーにもよると思います。早く学ぶプレイヤーもいれば時間がかかるプレイヤーもいる、こういったところを合わせると時間は必要だと思います。ありがとうございます。もう一点ですね。
アイディさんが菅大臣が出発してから4ヶ月ぐらい経ちました。で当初その、まあ、思い描いていた計画と、まあ、今終わって PNC が終わってその、まあ、違いですね、予定よりこう早く解消しているということなのか、それともうちょっとまだ苦しんでいるということなのか、その辺はどういうふうに感じていらっしゃいますか。I think the problem answering this question is that it's always based on results, and based on results we're not where we need to be, but based on the effort of the players and little bits and pieces I've seen, we're probably ahead of where I thought we'd be. このような質問にお答えするって言った時はどうしても結果ベースでのご質問でありお答えになってしまうと思います。それは我々私としては望んでいることでは全くなくて、やはりプレイヤーのエフォートといったものをベースにお答えし答えるべきだと思っていますが、私としてはある程度は思っていたよりもいいところ先に進んでいるというふうには思っています。ありがとうございます。それで以上させていただきます。先生ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様。